本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまから伊勢崎市、本庄市、深谷市共同記者会見を開催させていただきます。それでは記事室長よろしくお願いいたします。はい、改めましてこんにちは。こんにちは。本日は伊勢崎市、本庄市、深谷市、共同記者会見ということで、開催をさせていただきます。報道の皆様方には大変お忙しい中、特に今日はもう防災の日ということで、さまざまなイベント等ある中であると思います。取材活動ある中で、こちらにおいでいただきまして大変ありがとうございます。今日 お忙しい中、本庄市の吉田市長様、深谷市の小島市長様、お情報をいただきましたので、合わせて、皆様に、ご説明させていただく、こういった形で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日発表させていただきます、令和6年度における産市連携事業の実施についてということでありますけれども、皆さんご承知のとおり、伊勢崎、深谷、本庄市につきましては、利根川を挟んで、両岸にある市でありますけれども、昔からさまざま連携をしているところの市であります。これまでにも災害協定等も結ばせていただいたり、水道についてもお互いのところを相互有効利用ということでやっておりますし、富岡の世界遺産の関係では上部絹の町運営協議会の構成自治体として連携をして進めているところでもあります。共通の歴史として、この織物業、絹産業について、同じような形で、今まで過ごしてきているしであります。一つは道路網で言えば上部国道、そしてまた上部大橋、坂東大橋、をお互いのところに活用して、交流を図っている、そんな状況でもあります。今は利根川が、この3つの市を隔てている大きな境になっているわけですけれども、これまでは、水運、さまざまな交流を含めてこの利根川が有効にこの3市を結びつけていていただいたんだというふうに思います。そんな観点で昨年、深谷市さん、本庄市さんとお話をさせていただいて、この連携事業を進めるということで行ってきました。いろいろ話の中で、このパネルにありますけれども、市町村、伊勢崎市にとっては市町村合併から20周年、来年20周年を迎えます。また、田島弥平旧宅の世界遺産登録から10周年という、そして、本庄市さんとの間にかかっております坂東橋の架け替えから20年。で、本庄市さんはこの伊勢崎市市民も多く使わせていただいております本庄早稲田駅、新幹線駅の開設から20年ということであります。そして、深谷市さんは、震災地方の新一万円札の発行が種明けにあるということであります。このメモリアルイヤーであります来年、三市の協調事業として具体的に、いろいろ話をさせていただく中で、次の話をお願いします。三市連携花火大会を実施をしたいということであります。まだ詳細はこれからのところでありますけれども、開催時期を令和6年の9月上旬、打ち上げ場所は、堺島村の利根川河川敷と、ちょうどここが伊勢崎、深谷、本庄の3市が合わさる部分ということで打ち上げ場所を考えております。予算規模はまだこれも本当におおむねということですけれども、6000万円の規模で、打ち上げ規模は3万円はじめ尺玉花火を打ち上げたいというところで、今一定の方向性をこの辺でさせていただければということで進んでおります。今日は、吉田市長、小島市長さん、お見合いいただいておりますので、私からの説明はこの程度にいたしまして、それぞれの市長さんからお話をいただければというふうに思います。最初に吉田市長の方から。はい、では吉田でございます。肘市長のお話の通り、三市は非常に歴史的につながりが深いところでございますし、
今もですね、この交通では非常に結びつきが、強くございます。しかも例えば本庄市の場合は利根川のこちら側、伊佐木市さん側にもですね、本庄市の上水地区もありますし、島村はご案内の通り、埼玉県側の方にあるわけでございますし、非常にそういう意味でもこうつながりが深いわけでございます。今般この話が、持ち上がった中で、本庄市としてはですね、やはり新幹線の本庄バス駅が来年20年ということでございまして、実は渋沢栄一さんの大河ドラマが始まるときにですね、その渋沢栄一旧宅に一番近い新幹線駅であるので、タクシー会社さんにお願いをして、周遊、本庄バス駅から周遊するコースなんかも作ってみようかなって話も出た。残念ながらコロナでできなくなってしまいました。そんなこともあってですね、本当に深谷市、それから伊佐木市、この本庄バス駅の皆さん方大いに使っていただいているところでございますし、それぞれ、メモリアルイヤーということで、ぜひ本庄市も一緒になって、協力したいということでですね、もう最初からこの話は全面的に賛同させていただいておるところでございます。で、本庄市民にとりましては、坂東大橋の近くで、利根川のところで花火大会を過去、行ってはいたという歴史もございますし、また境町さんのですね、花火大会というのも非常にこれ大きな花火を打ち上がるということで、市民の方には人気がございました。そんなこともありまして、今回ですね、来年こういった花火大会をやりたいということで、おそらく多くの市民の様々のご賛同いただけるんではないかなと思い考えているところでございます。私からは以上でございます。はい、ありがとうございます。小島市長さん、はい、どうぞ。もこんにちは、深谷市長の小島でございます。今回は三種五類の花火大会ということで、これは急に降って湧いた話ではなくて、雑談の中ではね、よくそんな話はもう何年も前からありました。で、実際日比市長さんの方からしっかりこう話し合ってやろうよということで、私の方が本当に嬉しく、で、実際今渋沢町で盛り上がってるんですけども、深谷市は花園インターのところにアウトレットも誘致してですね、結構市民の方々がね、南米良くなってたというような方もいてですね、そんな中で、来年渋沢栄一の新設が発表されるということで、発行されるということで、すごいいいタイミングだなというのが一つと、あとは実はですね、私どもは今こうやって見て、この来る時に坂東大橋も撮ってきたんだけど、20年本当に私ちょうど個人的には深谷市議会の議長やってた時で思い入れがありますし、あとは田島弥平さんが世界遺産になった時には、富岡製糸場も含めて、実はですね、私どもは渋沢栄一記念館で市民集めてくす玉を割ったんですよ。本当に一緒に喜びました。ということは今度は来年お札が出た時にはくす玉が花火になって本庄市民も伊勢崎市民も一緒に喜んでくれる、ここが大事、ここが大事。やっぱりね、そういった中でこの三市がですね、行政だけでなく本当に市民のその感情的な部分も一緒にその市その市でいいことがあれば一緒に喜ばれるのは大事なことだと私は思います。で、私は市長にさせていただいて、こうやっていつも迷う時には天国にいる渋沢さんに語りかけます。どうしたらいいか、間違いなく今回は喜んでますよ本庄にも一席にも親戚いっぱいいっぱいですね、渋沢さんのね、そういう中ではですね、渋沢さんもこの花火をね、喜んでくれるんだろうなと思ってですね、今日は会見に参加させていただきました。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。